なことになってしまいました。でもアリスは大丈夫です。メイド勇者ですから。ターゲットロックオン。揺るがぬ意志で光よ。起動準備完了。前方に対象を確認。これが伝説の聖剣。あ、ピオライですね。HP バーが赤いです。HP が回復しました。新しいゲームに初めて向き合うとき、レベルを上げて装備強化に成功したとき、先生に会うたびにアリスはカテゴライズできない不思議な感覚を覚えます。これが伝説の聖剣。あ、ピオライですね。ターゲット確認。出力臨界点突破。意志で光よ。揺るがぬ意志で光よ。揺るがぬ意志で光よ。パンパカパーン。パンパカパーン。敵の殲滅を確認しました。みんなに出会ってゲームと友情を学びました。アリスはこういう素敵なことをもっとたくさん知りたいです。行きましょう先生。起動準備完了。これが伝説の聖剣。あ、ピオライですね。これが
伝説の聖剣。あ、ティオライですね。これが伝説の聖剣。あ、ティオライですね。ターゲットロックオン。アリスの目からは逃げられません。わかりました。開始します。